特集です。東日本大震災から今月11日で丸8年となりました。今日は津波で700人以上が犠牲になった宮城県名取市の閖上地区を取り上げます。その名取市ですけども、仙台から南になります。その仙台空港がある町が名取市になりますが、名取川とその海に沿ったところに閖上地区があるんですね。閖上は古くから漁業が盛んで住宅街が立ち並んでいました。そして神戸とボランティアの交流のあるところでもあります。この閖上地区なんですが、復興に向けて歩みを進め、まもなく町開きを迎えます。町の人の思いを取材しました。3月11日、名取市では鎮魂の祈りを込めて黙祷が捧げられました。名取市の中心部から7キロほど離れた閖上地区、かつては活気を見せていた港町を8年前地震による津波が襲い、多くの家や物、そして700人以上の命を奪いました。名取市でフォトスタジオを営む斉藤正義さん。祖父の代から80年近く閖上で写真館を続けてきました。あの日までは、私持ってたカメラの中にデータが入ってた分だけは助かってて、少しはあったんですけども、それ以外は全然。学校の卒業式の撮影帰りに被災した斉藤さん。店舗は津波に飲まれ、機材やそれまで撮影してきた大切な写真を失いました。しかし唯一残ったカメラで町を撮り続け、今も町の復興を見守っています。揺れの町ずっと歩って、何日も通いながら、自分たちがね、小さい頃からいた町がね、津波でこんな風にこう変わるんだなっていうことも思ったし、閖上に住む南部ひなさん。閖上小学校1年生の時、学校で被災しました。今でもこう鮮明に覚えてます。黒い津波が校舎に向かってきてるの。自宅に行った時に、自分の家からこうご遺体が出てきた時、初めて、あ、人が亡くなっちゃったんだなっていうのを、それまでは考えてもなかったので、実感したのがその時が初めてでした。仮設住宅に暮らし始めた南部さん。隣接する小学校を間借りして小学生時代を過ごします。中学入学後からは市内の公園に建てられた仮設の校舎に通いました。ここに校舎があったので、ここを渡って通って、で結構なんか歩くとキシキシ言うんですよ。なので足音がちょっと恥ずかしかったのを覚えてます。冬とか寒かったりしないんですか？そうです、夏は暑いし冬は寒いっていう。体育の授業や運動会は公園内の野球場などで行ったといいます。小中合同運動会っていうのがあって、それをここでグラウンドを貸してもらってやったりしました。本音を言えば、なんか自分の学校のグラウンドがあれば、もしあったらそこでやりたかったんですけど、でもなんかこういう施設がいっぱいあって恵まれてるなって思いながらやってました。去年4月、閖上地区に開校した9年生の義務教育学校に入学。自宅も閖上に戻り、今月
1回生として卒業しました。閖上に戻りたくないとかこう思いかけた時もあったんですけど、でもやっぱり実際戻ってみて、あ、閖上やっぱり好きだなって思ったし、18人の同級生たちと卒業できた時に、あ、転校とか考えてたのはバカバカしいなって思って、それくらいみんなと入れて幸せだったし、閖上で卒業できてよかったなって思いました。南部さんの母校名取市立閖上小中学校、津波で小学校と中学校の校舎が使えなくなった閖上に、震災以降7年ぶりに戻ってきた学校です。このプラスチックを壊せば鍵がカチャッと開けられるようになって、4階まで上がれるようになってます。防災ビルになっているので、そのためにこの機能をつけてですね。で、地域との合同防災訓練して、この鍵のことも説明を地域の方にはしています。命を守る学校づくりにこだわったと話す八森昇校長。学校のそばには津波で犠牲になった旧閖上中学校の生徒14人の名前が刻まれています。校長は当時中学校の教務主任を務めていました。私剣道部持ってたんですけど、剣道部なんです。あ、この2人が、あとこれは、これは野球部のエースだったんです。みんなのね、顔が浮かぶんですよ。学校に避難しておいでよっていうことをね、伝えていてやれればね、亡くならなかったのかな、命を落とさないで済んだんじゃないのかなって思いは未だにね、心の中に残ってますしね。だからやっぱり私は一番は子どもたちの命を守れる学校を作りたいなというふうに思ってます。町の復興のシンボルとして命を守る学校、開校以来初めての3月11日を迎えました。閖上は全てのものが流され、町がなくなってしまいました。ですから自分の命は自分で守る、被災した閖上の子供として自分の命は自分で守るんだということを今日もう一度よく考えてみてください。津波の時には何をしなきゃいけないのか。児童たちはグループに分かれ、津波の時の対応を話し合います。できるだけ 海より遠いところに逃げる、高いビルに逃げた方がいいと思う。町の未来を作る若い世代にもその思いは引き継がれています。このお世話になった地域とか、この閖上に恩返しできるような人になりたいなって思いますし、あとは震災のことを風化させないように、そして命の大切さをこう伝えていけるような人になりたいなって思います。震災前5600人ほどが暮らしていた閖上の町に1200人の住民が戻ってきました。来月には消防の出張所や保育所がオープンし、今年5月に町開きが行われます。8年前多くのものを失った閖上、町は少しずつ復興に向けて歩み続けています。